創業家の反対で合併が延期となっている出光興産と昭和シェル石油は、目に見える形で相乗効果を示すため、先に生産や配送などで業務提携すると発表しました。このアライアンスは経営統合のためのステップであり、可能な限り早期の経営統合を目指す方針に変わりはありません。石油元売り大手の出光興産と昭和シェル石油はおととし、両社を経営統合することで合意しましたが、株式の 34% 近くを保有する出光の創業家の反対で、合併の延期を余儀なくされています。こうした中、少しでも早く相乗効果を得るため、先に業務提携をしてコスト削減などを図ります。具体的にはガソリンをお互いにやり取りしたり、原油の調達や配送を一緒に行うことで、3年以内に250億円以上のコスト削減を目指すということです。